はすでに演技終わっておりますが 9.725 です。これからベラルーシのフィスクン選手の平均台をご紹介することにいたします。さあフィスクン選手もチャンスじゃないですか。そうですね、平均台はもう安定して演技ができた人の勝ちという感じがしますね。そうですね、前方宙返り上がりであります。平均台は高さが1m20cm をひねりましたね。はい、後転跳びで1回ひねって開脚座になりました、はい。まあ、最近1回ひねり系がもう本当に増えてきているんですけれども、はい、先ほどちょっと映らなかったんですけれども、中国の選手はもう台上で1回ひねりの宙返りに挑戦しましたね。そうですか。まあ、惜しく、落下してしまったんですけれども、はい、現在はもうひねるという時代になってきてますね。恐ろしいですね、幅10センチしかないんですからね、はい、そうですね、その10センチの台上での演技が続きます。ピスクン選手です、ベラルーシ。この選手はまだ14歳、ジュニアのチャンピオンです。おっとひねった、乗りました、はい。まあ、ちょっとひねり不十分で台に対して縦向きにしっかり戻ってないんですけれども、はいはいはい、まあそれでもあれを戻してしっかり乗ってるっていうところはやはりもう技術的にかなりいつでもまっすぐにいってるんでしょうね。すごいですね、はい。やはりあの男子ですとアンバー、女子ですとこの平均台っていうのは試合で一番嫌な種目なんですね。そうでしょうね、はい。普段乗っていても精神的にどうしても緊張などしますとリズムが狂ったりということもありまして、はい、思わないぐらつきあるいは落下っていうことがあるんですね、うん。屈伸の2回宙返り降りであります。これはかなり高得点期待できますね、はい。そうですね、はい、ストフチャタヤ選手が 9.887 で現在トップでありますので、果たしてどのぐらいの点が出ますか、大変楽しみであります。これすごいですね、はい。いや、幅10センチの台上ですからね、床運動じゃないんですからね、これは。そうですね、はい。まあ、床でも10センチの中でこれをやるっていうのは、うん、かなり正確な技術も要求されますね、はい。6歳の頃から体操を始めたそうであります、この選手はボギンスカヤ選手が大変好きだということを言っておりましたがね。ボギンスカヤ選手は、旧ソビエトの選手からもかなり人気があった選手ですね。そうですね、ベラルーシの出身のピスクン選手でありますが、ボギンスカヤも確かベラルーシですね、はいはい。さあどのぐらいの点が出ますか、注目です。現在のところ 9.887 でストフチャタヤ選手、これも旧ソビエトでありますがトップなんですが、注目の得点が出ますがね。まあ、演技の内容から見ても、ええ、まあ、かなりいいとこ行くと思いますよ。そうですね、はい。それにしましても本当に今日はよくお客さんが入りました名古屋市総合体育館レインボーホールであります。種目別の選手権が行われております。実況生中継で皆様にお楽しみをいただいております。さあ現在日本からこの平均台ただ一人出場している小畑選手が、はい、ちょうど私の手元ではモンタス選手と並んで同点ではないでしょうか。なるほど、そうですね、はい。整理いたしますと、やはり 9.875 でストフチャタヤ選手